ロバート・ポーター・パターソンはアメリカ合衆国の政治家。民主党を支持し、ハリー・トルーマン政権において第55代アメリカ合衆国陸軍長官を務めた。1891年2月12日、パターソンはニューヨーク州グレンズホールズに誕生した。パターソンは1912年にニューヨーク州のユニオン大学を卒業し、続いて1915年に ハーバードロースクールで法律の学位を取得した。パターソンはニューヨーク市内で弁護士業となり、エリフルートの法律事務所で働いた。1916年、パターソンは志願兵としてニューヨーク州第七連隊に所属し、米国国境での活動に加わった。1917年、パターソンは少位としてニューヨーク州、 プラッツバーグの予備役昇降訓練キャンプでの訓練に参加した。パターソンは第一次世界大戦中、アメリカ陸軍の活動に従事した。パターソンは最終的に少佐まで昇進した。パターソンはフランスへ派遣され、アメリカ海外派遣軍の第306不評連隊に所属した1918年。 パターソンはフランスでの英雄的行動を評価され、主君十字章を受賞した。第一次世界大戦終戦後、パターソンは弁護士業に復帰した。パターソンはニューヨーク市内で法律事務所を設立し、成功を収めた。1930年、ハーバート・フーバー大統領はパターソンをニューヨーク州南部地区担当の連邦地方判事に任命した。 1939年、フランクリン・ルーズベルト大統領はパターソンを、連邦、第二巡回区高素裁判所の判事に承認させた。パターソンは、ラーニット・ハンド、オーガスタス・ノーブル・ハンド、トマス・スワンナーと共に、判事職を務めた。陸軍長官時代の肖像が1940年7月、パターソンは15ヶ月間の高素裁判事職を退き、ルーズベルト大統領により、 陸軍時間補に任せられた。パターソンは1940年12月に陸軍次官に承認した。パターソンは軍用品の製造及び調達に関する権限を委任された。パターソンは陸軍組織の代表として軍需生産委員会、軍事要員委員会、生産集約委員会に出席した。政権がハリー・トルーマンに移った後の1945年9月、 パターソンは陸軍長官に承認した。パターソンは陸軍と海軍の国軍組織を統合し、一人の行政長官によって統括することを主張した。この提案は1947年の国家安全保障法によって実現した。ただし彼は国防長官になるのは辞退し、陸軍長官からも退任した。パターソンは国軍における 人種差別廃止に関与し、第二次世界大戦末期には、アラバマ州タスキーニにおいて、アフリカ系アメリカ人の兵士要請を指示した。パターソンは1947年に弁護士業に復帰した。トルーマン大統領はパターソンに対して高訴祭、反時職への復帰を打診したが、パターソンはそれを辞退した。パターソンは、ニューヨーク市弁護士協会の会長、 および外交諮問会議の議長を務めた。1952年1月22日、パターソンは顧客との面会に向かうため、ニューヨーク州のバンファロー空港からニュージャージー州のニューワーク空港へ向かうアメリカン航空6780便に登場した。アメリカン航空6780便は着陸のための最終進入中、深い降下姿勢となり、ニュージャージー州 エリザベス近郊に墜落した。この事故によりパターソンは死亡した。パターソンの遺体はアーリントン国立墓地の第30セクションに埋葬された。ありがとうございます。